70がいいところかな。はい、やっていきましょう。ということでね、今回ね、スタビライザーを手に入れるところから始めていこうというふうに思います。ところで、これを見ている男性諸君の皆さん、あなたは巨乳派？それとも貧乳派？それとも普通派？って言われるの、普通って、まあ、サイズがね、まあ、どうなんだろうな。最近やっぱね、発育がいいみたいな話はよくさ、聞くから、なんて言ったらいいやろな。どのサイズくらいがその大きい、小さいとかっていう区分になるのかわかんないけど、まあ、例えば A、B がね、小さめで、C、D が普通で E 以上が巨乳とかね、まあよくわかんないけどね。まあなんかね、巨乳好き、貧乳好きはなんか半々に分かれるみたいなことを言われたりとかしますけど、僕は普通派っすね。あ、さっきの話で言ったら C、D くらいがいいなと思うっていうのね。うん。あと結局そのなんだろうな、それなんかさ、めっちゃ巨乳だけど、体のサイズも全体的にでかいとかだったらなんかあれだし、ね、細いのが好きだからってさ、なんかもう全てが細いとかだったら魅力を感じなかったりもするからね。やっぱ結局 おっぱいの大きさってなんかもう全体のバランスじゃねとかって思うんですけどね。ということで、今回から休館に入っていこうというふうに思います。のっけからおっぱいの話は大好き。はい、いやいやいや、ただの30歳のセクハラ、痛い。もうなんか虫に怒られてる気分だわね。そんな話するなっつってね。今回ね、まあ、ちょっと苦手な方にとっては、虫ってなんかね、うん、僕もすごい虫嫌いなんですよね。昔は、その5歳くらいの頃まではね、虫なんか全然痛い、へのカッパー、なんでこんな襲われてるの？ちょっと待って、これが、あれがない限り無理なんじゃねえと思うんだけど、無理か。こっち向かっていこうか。くすったらいい。後で復讐してやっかんの、全員燃え尽くしてやっかんの、仲良しとけんのやろ。んで、ね、まあ、5歳まではね、普通に、虫と戯れるのが好きだ、トンボ、ね、捕まえたりとか、セミ捕まえたりとかって平気でやってたんだけど、アリに噛まれてからちょっとね、虫って怖くて痛いもんなんだっていうね、なんか、植え付けられたよね。まあなんか、これまで平気だったけど、急に苦手なことになるっていうのはそういうことあるんだろうね。うわぁ、もうほんと、で、また画面がもういろいろと。あ、リュックサックめっけ。よっしゃー、じゃあこれでアイテム拡張することができたんでね、よかったよかった、所持できるアイテム、まあとりあえず、まあでもとはいえいらないアイテムもないないしていってだね。ガスバーナーなんか作る必要ないみたいな、ガスバーナー、うんだね、いらないとかって言うけど、まあ僕はちょっと小心者だし、まあ、このパターンだったらまあいるかなと思うんでね、このまま引き続き持っていこうと思います。で、なんか、クリア特典見てたんだけど、マッドハウスクリアしたら、なんか無限弾が手に入るらしいね。無限弾手に入れたら、何言ってたの？結局、装填は必要だっていう話らしいんだね。そこら辺が一体どうなんじゃっていう話なんだけど。ね。よし、じゃあこのままカチャコンと。で、右。ああ、別に寄生獣の名前を言ってるわけじゃないですけどね。右。よいしょ、カチャコン。で、この中は、何もなかった。痛い。あーもう、どしむし。単体で襲ってくんのちね。なんか食人虫って名前だったっけ、なんか人食うんだっけ、ね、刺してきてるけど、思いっきり。全然食われてない感じだけど。めっちゃ刺してきてる。おらおら。オッケー。で、中入って、バーナーノズルゲッチューで、で、組み合わせて作って、バーナー完成と。でも、これなんか入ってこれんのね、貴様。もうなんかすごいしょうもないダメージの受け方をしてる気がしてもならないんだよな、本当に。いやーなっちゃうよう。で、刺されていくたんびにね、なんね、E さんの体がね、ブツブツだらけになっていくんだよね。これ戻ると確かいるんだよね、めちゃくちゃね。ここ燃やつかないといけないね。ほら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 、燃えろ。全然燃えない。ガスバナ弱くない？目の前に燃え散らかしてるのかあいつけど。OK、溶けた。で、こいつは、あ、負けれるね。まあでも、ここのアイテムは、まあいいや。焼けきっといって。で、ここ、ほい。近い。早い。いった。うわ、ほら、もう蚊に刺されまくって、ブツブツが出てきて。開けた瞬間出てくるとか、そんな卑怯なことやっちゃダメよ、ほんと。燃えなさい。あ、虫出てきてるってことは、これまだ生きてるってことだからね。一応なんかハンドガンとかでぶちのめせるみたいなんだけど、アルバート使ってもなんか2、30発くらいいるそうなんでね。これも大丈夫？やれる？
切れたし、全部使い切っちゃったし、もういいや、残念でした、また切ってねということでくぐっていき、痛い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 、生きてるよね。くっそ、せっかく回復した。無限弾手に入れたらほんとぶちのめしてくるかも。何やろうで、アンティック、お、このところにアンティックコイン落ちてる、飛んだ趣味だね。で、これゲットして、なんかいたけど気にしない、やつと喋ってる時間などないのです。お嬢ちゃん、こんなところにいたのか。え、ルーカスって何歳なんだろうな。でこっちあえて行っとくと、ここから出て行け、出て行きな。いつの間に部屋に入ってきたんだってね、ババア。ぶつわどってする。あ、本当に今なんかね、本当に鳥肌が立ってる。やばい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 、やばい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 、かっ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 か。さあおいで子供たち。ってお前何人子供産んだの。何人ちゃうの、何匹や。あーもっとシュートし、あーもっとシュートし、あーもっとシュートし、たし切り刻んでやる。お前も老人形に切り刻んでやろうか。よくわかんないね、日本語で OK。 さあこれがまためんどくせんだ。くるっと回して、回転回転、んぬ、無理、よいしょ、あ、ダメダメダメか、よいしょ、むずい、いけた、よし OK。雲館だから雲のスタチューっていうか、スタチュー、チュ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 チご勘弁。これほどもにおぞましい姿っていうのはバイオハザード7かもしくはクリスタルスカルの宮殿でしか見ることができない。はい、目開けていいよ。ハーブ、こんなとこにハーブ生えてる、ハーブなんか食っちまったもんにはもう最後終わりだよね、きっと。回復薬がなんか無駄に使われてしまってるからね、やっちまってるな、ほんと。いやーちまちまちまちのーかっぱ寿司、寿司食いたくなってきたな、最近食ってねえな。よし、アイテムスペースも確保。違う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 、でこっち進んでいって、レンクを手に入れよう。なんかあのこれまで出てきたバイオのクランクと違ってね、なんかあの歯車というか、なんかくる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 、まあ全部くるくる回すか、なんていうんだろうな、あのなんかジャッキっぽい感じじゃないんだよね。なんかこの辺りで、あの僕を撃ってよっていうド M 野郎っていなかったっけ、気のせいか。とりあえず入って、無視。なんかいるんだよな、なんかいるんだよな。はい、飛ばない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 、はい、一回切り刻むだけでね、相当ね、あのバラバラになってくるからね。悪いな、楽なり。じゃあ、クランクくるっと回して、とりあえず、どこまで進めるべきかな。本当は刻みたいんだけどさ、セーブするポイントっていうのが微妙にめんどくさいとこまで戻らなくちゃいけない。トレーラーまで戻るか、さっきの中の離れの小屋まで行かなきゃいけないか。差しっぱなしにしてるけど、あれ手元にあるっけ。あ、戻ってきてる、いつの間にか。クランクは自然と戻るもんなんです。で、こっち、あ、そっか、こっち進んでいってたとしたら、あれか、ダメージ食らわずに進む。普通に食らってるわ。ダメージ食らってたわ。よー、マーガレット刻んでやるよ。ほら、いてて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 て、マジか、どうしよう。こっからちょっと元に戻っていくのは非常にめんどくさいものがあるぞ。アイテムどうしようかな。そうだよね。このくらい作っといた方がいいよな。これ手に入れて、で、カチャコンしといて、ガスバーナーでハメハメ。あ、火がついた。で、回復。おー、ちょっと待って、痛い痛い痛い、アイテムが着替えらない。中入ってくんじゃないよ。入っちゃいけない、サンクチュアリで分かる気に、ほら。
そんなことするから命がなくなるんだよ。あ、なんか向こう歩いてたね。いったいって、なになになに、なんかどっかいるぞ。まあ、相手知らない。ムシムシムシ。虫は虫。痛い痛い。刻まない、刻まない。痛い痛い痛い。飛んでけ。で、ああ、もうこっちまで来たね。まあ、もういいよ。後で抱いてやっからさ。後で抱いてやっから。うん、いいもの見せるんだ。あれだろ。口から子供を生み出すんだろ。口から子供を生み出すのはもうピッコロかトミーにしといて。ここは特に拾うアイテムないから、じゃあ、マーガレット第一戦やっていきましょうか。はい。ちょっともうマグナム3発しかないからね。ああ、主人公はよく落ちる。ブツブツだらけだな。これどうやって直してんだっけ。でもベイラとかそこら辺はあれだもんね。虫でできてるんだもんね。さあ、こいつの顔面いいだ、バーリナイツ、オッケー。さあ、出ておいで。一発でダメージ食らいすぎじゃね。確かマグナムの身に力があるから、オッケー、バーリナイツ。ちょ、刺さない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 。無駄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 熟女になるとそんなことも関係なくなるのかね。はい、でも特になし。じゃあ、ことで D 型被検体でね。ピピ、あ、これ持ってんだったらさ、普通に、ゾイ、ねえ、いけんじゃねとかと思うけど。まあ、そんなことも気にしてられんのだそうっていうね。多分これ、多分これだ。多分これだ。そうなんです。多分それなんです。ということで、電話が鳴ってきたので、プルプル取りましょう。血栓見つかって。お前の母親の母親と襲われたんだぞ。なんで言ってくれなかった。虫に襲われるのはあれだけど、お母さんに襲われるっていうのはなんか意味深だよね。でも作る材料なら分かった。やっぱり若い男のエキスを吸い取ってやるのがわしなんじゃみたいな。頭なら持ってたぞ。なんかあれだよね。本当か。でも腕がジャックとかさ、ルーカスに関してはさ、平常時はすごいいい感じのね、青年と、まあサイコパス青年だけど、まあおじいちゃんって感じするけど、あの、マーガレットに関しては、正常時でもさ、なんかもう、小汚い感じのおばちゃんだったもんね。アイテム、まあ、ハンドガン。そうなんだよな。限られたアイテムでね、なんとかやりくりしていかなくちゃいけないところがつらたんだよね。まあそこはなんとかなるだろうけど、鉛筆と連動しているようだ。べし。これさ、ね、僕を撃ってようしか破壊できてないけどさ、普通ろうそくとかもそこら辺もコップみじんになっていくはずなんだよね。まあ、ゲームだから硬いことは気にしちゃダメよって話でね。さてさて、じゃあ、今から、ああ、もうでも時間も時間なんで、ボス戦に行く前に腕が伸びます。腕長族でした。手足長族やな。手足長族。ああ、気持ち悪い。ああ、気持ち悪い。本当に気持ち悪い。こいつ来た。苦手。何があ あるな。臭そう。じゃあ、ボス戦挑む前に、まあ、区切りがいいところまで来たんで、セーブしてね、終わりたいというふうに思います。はい。アイテム持てない。いずれにせよ、整理しなきゃいけない。結構ね、このボス戦でアイテムを拾うことができるんで、まあ、整理はしといた方がいいかなと思いますね。はい。よし、じゃあ戻ってくることができましたので、アイテム整理してね、終わりたいというふうに思います。次回ボス戦なんですが、もう嫌な予感がするんで、多分1、2回死ぬんじゃないか、個人的には思ってるんでね、これフラグでも何でもなく事実で、前回も多分ね、5、6回殺されてるんですよ。だからマーガレットだけにすごい苦手なんだよね。なんかいくらやってもね、
うまく倒せないっていうところだから、なんか今持てる力、総力戦でね、ぶちのめしていかなくちゃいけないくらい、やっぱマーガレットって、なんか無駄に体力高いよね。あれだって、下のあの白いさ、卵、海耳のところが弱点なわけでしょ。あそこどんだけぶちのめしても無理だもんね。まあ、なんとかします。はい。ということでね、本パートはね、この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、応援していただけたら嬉しいです。まあ、ボス戦をしながらね、体力増強を使いながらね、筋トレでステロイドはダメよ。うん。自力で体を大きくしていきましょう。あ、ちょっと待って、アンティークコイン拾ってなかったと。そうだ、アイテムいっぱいだったんだね。じゃあこれ、チャリーン。ということでね、本日も最後まで動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、両方ともお願いします。では次回お会いしましょう。バイバイ。